活を送っていた謎の小学生だったが、ある日突然呪霊が見えるようになってしまった。呪霊が見えるようになった僕は、呪いの王両面スクナを倒すことを目標に呪術師になることを決心した。そして今日、呪術高専の入学式なのである。第1話、エナ太郎呪術高専へ行く。よーし、ここが呪術高専か。もらった制服も着てきたぞ。昨日まで俺ただの小学生だったのに、この中には高校生とかいろんな人たちがいるんだよな。あー、緊張するな。呪術高専、こんにちは。誰かいる。こんにちは。おー、こんにちは。おー、はい。君がケナ太郎くんか。体中水色の呪霊。呪霊じゃないです。呪術師として来ることになりましたね。あ、そうだった。いや、話は聞いてるよ。なんて言ったって、この呪術高専に史上最年少で入学してきたんだから。期待してるよ、ケナ太郎くん。この人の名前は、全員ケナソユ。呪術師の名門、全員ケの後継ぎで、この呪術高専でトップの成績を誇る生徒である。よろしくお願いします。ケナ太郎です。青い毛の人間です。はい。今日はね、他の生徒が一人もいなくて、俺たち二人だけだけど、ま、リラックスして授業受けてくれよな。わかります。なんて呼べばいいですか？全員さん？じゃあ、全員、ケナソユ。略して、ケナソユ。略してというか、下の名前だね、それ。まあ、まあ、いいか。じゃあ、ケナソユさん、お願いします。はーい。多分ね、そろそろ先生来るはずなんだけど。よいしょ。待つか。はい、お疲れ様さ。お、来た、先生。今日からケナソユとケナ太郎の面倒を見ることになった五条悟だ。よろしくな、二人とも。はい、よろしくお願いします。あれが伝説の最強呪術師五条悟先生か。なんか噂では、あの人さえいればこの地球上の全呪霊を倒すことができるとか。俺もあの人に負けないように毎日頑張って最強の呪術師を目指すぜ。ケナソユさんもいるし、強くなれそうな気がするよ。さ、まずはみんながどんな技を使えるか見てみたいから外に行こう。俺がじきじきにお前たちの弱点や強くなる方法を教えてやるからな。だって俺最強だから。おー、かっこいい。俺も五条先生みたいな最強術師になりたいな。じゃあケナ太郎、行こうぜ外に。早速、うん、行きましょう。ケナ水さん、よしレッツゴー。なんか今中で落としなかった？だよね。え、こん中？うわ。え？何今の声？ガッって言ったよ。はい。え、五条先生。なんか五条先生が倒れてる。ちょっと先生、大丈夫ですか？え、おい、お前誰だよ？なんだこいつ？わしの名前はジョーゴ。この世界で一番強い、世界最強の呪霊だ。世界最強の呪霊？待って、世界最強の呪霊って両面スクナだろ？お前じゃないはずだけど。両面スクナはもうわしが殺した。え、両面スクナがジョーゴに殺された？嘘だろ。待って、俺の知ってる呪術廻戦こんなんじゃないんだけど。おかしいな、俺の思ってたストーリーがちゃんと進んでないぞ。とにかくわしは定期的にこの呪術高専に最強の呪霊たちを大量に送り込む。覚悟しておくんだぞ。とりあえず今日は五条悟を殺したから満足じゃ。じゃあな。おい、ちょ待てよ。おい、ちょっとなんとか、ほんとだ、嘘だろ。五条先生、そんな、五条先生が。いや、こんなの絶対おかしいよ。俺が知ってる呪術廻戦では、五条先生も両面スクナも最強クラスのキャラで、ジョーガなんて両面スクナに火の弓みたいなんでボコられてたのに。確かに。なんだこの世界は。なんでだ。どうも、呪術廻戦好きな人は高評価。全員家に入りたい人はチャンネル登録。全員家なすいでーす。ことで、なんか理由はわかんないんですけど、この呪術廻戦ケナソユケナ太郎バージョン1話目で五条悟と両面スクナが殺されてしまいました。なんでやねん、なんで。おかしいだろ。俺が好きな呪術廻戦はこんなんじゃないのに。でもね、なんかジョーゴが定期的にこの呪術高専に敵を送ってくるって言ってたので、なんとか俺たち今から強くなって、俺たちが五条先生の代わりに最強術師を目指したいと思います。はい、チャンネル登録高評価して最後まで動画見てね。呪術師になってみたいと思う人はコメントお願いします。ってことで早速特訓開始だよ。頑張るぞ。ジョーゴが強いなんてやだよ。とりあえず全員キャラ生さん、なんだい、あんた一応全員キャラだからさ、なんか技使えるんでしょ。どんなの使えるか見せて。
してよ。ああ、技ね、技。いやでもこれ全員家の秘密だからな、他の人に見せれないんだけどな。でもさ、俺の知識だとマヒトとかさ、ダゴンとかさ、そういうやつらが来たらさ、うん、非術師の俺がボコボコにされちゃうんだよ。お前非術師なの？今から技は開花するかもしんないけど、だって俺入学初日だよ。非術師なんだ。いやちょっと俺もさ、一応さ、これでも一級術師なんだけど、実は俺何能力使えないんだよね。なんか奇跡的になんか呪霊倒せて、上から隕石降ってきて、それで一級術師になっちゃった。ただもう能力使えない。全員家のナオビトさんたちには何て言ってんの？騙してる毎回マジックで。手品とかをして、これが俺の能力って言って騙してるの？騙してる。おい、この光線に残された術師2人、クソザコと運いいだけのザコの2人じゃないか。どうすんだよ。呪霊来ても勝てないよ、俺一人だけじゃ。でも一応全員家では能力を手に入れるためには、なんか呪霊をたくさん倒す、いっぱい倒しまくることで能力が開花するみたいなの言われてるけどね。なるほどね。時間かかっちゃうかもしれないけど、頑張って倒すか。呪霊戦ってみる？ちょっとジュグとかないか見てくる。まあ、確かにジュグがあれば勝てるかもな。キャラ水さん、キャラ水さん。お、何それ？一応なんか使えそうなもんないかなって思って、今手元にある一番硬いもの、これフランスパン持ってきた。これ戦えるかな？あ、じゃあ君はフランスパンで戦って、俺はこの剣使うから。ちょ、何それ？ジュグじゃん。あん中にチェストあったから覗いたら、この庭の刀と、お、ほんとだ、メイン扇さんの剣、ほんとだ、めっちゃあんじゃん。特急ジュグ海賊の剣と、おい、これ最後らへんに出てくるやつじゃないか。特急ジュグユーおい、めっちゃありすぎ。あとパパグロが持ってた天野坂鉾。おい、無加減呪術も壊せれるやつじゃん。めっちゃ強いやつ大量にあった。なんかこれうまく使って、ちょっと殺人倒してレベル上げるか。じゃあ背景あんたろあげる。俺ユウンでいいよ。わかった。俺もじゃあこのミワちゃんの刀とかいらねえ。いらねえって。俺天野坂鉾で戦う。オッケーオッケー。よし、じゃあ呪霊倒そう。あの辺とか呪霊いそうじゃない？あの辺の村めっちゃいそうだな。あそこに行って呪霊倒して、俺らの能力を開花させよう。よし、行くぜ行くぜ。今はジュグ頼りだけど。さあ、いるかな。うわ、桜系、待って、いるいる、どこ？後ろ。おー、いるじゃんいるじゃん。どでかジュレがいる。勝てるかな、戦おう。一級だし、なんとかして。おい、一級だからって言っても運がいいだけだから俺。こいつ、この道狭すぎて固まってない。おー、いいぞいいぞ。天野さん、ここに行け行け行け、殴りまくれ。おー、気になったろ。やばい、母ちゃんと強い。やばい。三級呪霊のはずなんだけどな、この辺に出るってことは。そいつ強いよ、気をつけて。こんなん余裕だぜ、俺には今、ジグがあるんだから。おらー、倒した。よっしゃ。うわ、ナイス。なんか今、俺飲み込んだよ、倒した敵。本当に？なんか取り込んだんだよね、今、呪霊。強いモンスターを倒したら取り込めるってこと？そう、呪力上がるんじゃない？やばい、めっちゃ来てる。おらなんだこいつは呪霊なのか。三級呪霊の骸骨だよ、これ。おら、なんか俺めっちゃ狙われるんだけど。なんでだよ。頭、飲み込んだよ今。ナイス。どう？なんか強くなった気しない？なんか強くなった気がするよね。ほら、これ左下に出てるよ。ほんとだ、寸分って書いてある。待って、ナナミの武器、これさ、ナナミのさ、七三で敵倒す技だ。ここ使えるようになった。ほんとだ、七対三が見える。俺も行くよ、ちょっと。何？見て。わ、ちょ、何してんの。やばい、戻って。おい、これ攻撃すんな、俺の。よし、戻る。おい、俺の式神攻撃すんなよ。なんか俺、技が使えるよ。何？ガラク。何それ？お兄ちゃん、気をつけてね。おー、ちょー、バカ。ついに発言した。ケノタロも発言したし、俺も見て、玉剣とか出せるようになった。すげー、これ伏黒めぐみの技じゃん。ちょ、すごい、俺たちどっちも技使えるようになってるね。これならさ、俺たちどんな強いやつ来ても勝てるんじゃね。いやでも、あのジョーゴに勝てるかはまだわかんないよ。とりあえずもっと呪霊倒してさ、強くならないと。そうだね、とりあえずそのジョーゴが資格を送り込んでくるって言ってたから、そういう強いやつらが来る前に俺たちも頑張らないと。オッケー。待って、お兄ちゃん。何？お兄ちゃん、一緒。おー、やばい、気をつけろ。なんか攻撃された。あいつマヒトだ。待って、これジョーゴが送ってきた資格じゃない？おい、ジョーゴこんな最強キャラ送り込んでくるのかよ。でも今の俺たちはナナミンとマヒトだ。いけ、変える。間違えた、俺だって。おらー、いいよ、ダメージ勝ってる。食らえダット。よし、ダット見て、めっちゃいいぞ。いいぞ、ダットいけ、ダット。俺の技も食らえ。ちょ、すごい、ドカーン。
どうした？生きてる。そう、俺のドカドカドカーン。いけ、牛さん。名前わかんないけど。あいつ、おらー、ぶっ飛ばした、ぶっ飛ばした。めっちゃぶっ飛んでる。お兄ちゃんだった。俺よ、俺がめっちゃぶっ飛んだんだよ。あれ、どこ行った？倒したんじゃない？勝手に倒してくれた、俺の死神たちが。倒せた、倒せた。倒したね、これ。やったー、倒したー。やった。とりあえずマヒトは倒したね。とりあえずマヒトは倒せたけどさ、うん、さすがに今のままの力じゃ両面スクラとか五条悟を一瞬で倒したあのジョーゴには勝てないよね。確かに、あのチートジョーゴやばいよな。なんとかして強くなれる方法ないかな。なんかないの？秘密のアイテム的なもん。光線に隠されたりとかないの？確かに、両面スクラの指とか。あら、あるかも。両面スクラの指探しに行こうぜ。おい、食べたらまずいでしょ。でもいいんだよ、指食って強くなろう。見て、ん、あからさまに何かがありそうな部屋はあるし。ほんとだ、なんか封印されてそうな。でもパスワードついてるよ。パスワードわかんの？あ、開いたじゃん。五条悟だから50で開いた。五条で510で開けました。えぇ、入ろう入ろう入ろう。はいはいはい。おお、なんだここ。絶対これスカラの指入ってるじゃん。ちょ、開けてみて。やる、怖いよ、呪われてる。怖いから開けて。じゃあ開けるよ。うん、ほい。特級呪物能力アップリンゴ、これ食べたら強くなれんの？そういうこと？スクナの指みたいにさ、なんか危なそうじゃないから食べてみる。食べてみようか。ちょ、食べるね。乾杯。乾杯。せーの。むしゃむしゃむしゃ。おお、なんか金になった。なんだ、目の前が。うわ、なんか変わった？え、テラスイさん、なんか見た目変わってるよ。え、ほんとだ。え、この服ってもしかしたらけど、工場先生の技ゲットしたってこと？え、かもしれない。俺もやばい。何？俺左下に領域展開福間水氏って書いてある。ちょっと待って、スクナになったっけ。なったろ。これ五条悟も両面スクナも殺されちゃったから死んじゃった最強術師たちの技を受けるようになったってこと？継承したの俺ら。継承した。え、俺なんで呪霊側継承したの？継承者だ。いやでも元は呪術師だからスクナも。確かに、これさ、一人ずつ戦ったらさ、今のチートジョーグに負けちゃうかもしんないけど、二人で戦えば勝てるんじゃない？確かに、五条悟と両面スクナの夢のタッグだよ。うわー、やばねー。早速行く？ジョーグ探しに。ジョーグボコボコにしに行こう。あいつ許さねえぞ。ふえ、なんか来た。開けたろ。なになに、え、ジョーグ降ってきて。ジョーグ来た。おい、戦うはず。開けたろ。おい、願ってもらう機会だ。来た。やばい。ジョーグ、お前を本当の呪術回戦の方で倒した、あの技で倒してやる。いった行った、やった、ナイス。え、倒した。あ、いる。生きてる。さすがに生きてる。やばい、痛い。いくぜ。術式順転、青。術式反転、赤。挙式、紫。やべ、外した。大外しした。ケナタロ、お前最強の技ないの？挙式、紫。やべ、全然当たんない。もうやっていい、福間水氏。領域展開しかないよ。領域展開、福間水氏来た。待って、なんか、え、ちょ、福間水氏と外観撤収された。ちょ、何が起きてる？中で一体何が起きてる？重いよ。大丈夫か？何が起きてんだ？うわー、お、終わった。食らってるぞ。やばい、ケナタロウの領域にいるからダメージがめっちゃ入った。ダメだ、俺の領域じゃ倒しきれなかった。じゃあ行くぜ、任せろ。領域展開、無量空所。やばい、俺も空間に入ってしまった。任せろ。術式順転、青。術式反転、赤。挙式、紫。あれ、さすがだ、五条先生と両面スクナやっただけある。挙式紫を連発で倒すんだ。行くぜ、もう一回。見えないよ、今画面が。挙式、一旦解除してよ。挙式、今見えない。解除するよ。じゃあやっぱ福間水氏しかないよ。あ、なんか音が鳴った。キャドロー、上。いや、見えないんだよ。なんで生きてる？強っ。領域展開、福間水氏。そう、いや、領域なんで俺が領域展開したら押し合わせてくるんだよ、外観鉄拳で。あれ、負けてない領域の押し合い。キャンタロウ、こっちチートすぎる。あちゃ、なんとかしてよ。なんとかするよ。福間水氏来た。福間水氏、さっきから失敗しすぎ。押し負ける領域で。止まった。領域解除された。これで終わらせる。くらえ、おらおら、いけ。お兄ちゃんの後ろから挟んで、もう殴れ。殴れ。もう一度打って決める。いけ、キャタロー。おらおら、弓矢おらー。倒した。倒したぞー。
おお、最後両面スクナの技で。何？どうしたキャンタロウ？大丈夫か？なんか様子がおかしい。ちょ、ないないないなに。うえー、え、乗っ取られた体。第2話、ケナタロウ呪霊の王になる。見たい人はチャンネル登録高評価して、続き見たいってコメントしてね。コメントお願いします。バイバーイ。